皆さんこんばんんばは大変お待たたたたせいいいししままここれから気象がミーツエキスパートを始めたいと思いますこの気象がん密度エキスパートは国立がん研究センター気象がんセンター認定 NPO 法人キャンサーネット・ジャパンがん情報サイトオンコロ共催、樋口宗隆がん研究基金株式会社クリニカルトライアル株式会社クロエ株式会社カルテポスト講演運営協力で開催いたいしております。 このセミナーは原則として第一、第三金曜日に開催しております私は司会を務めます国立がん研究センター気象がんセンターの加藤陽子と申しますどうぞよろしくお願いいたしますそれでは開会に先立ちまして国立がん研究センター中央病院副院長の藤原先生からお願いしますあの開会の挨拶藤原先生今回初めてとなります藤原先生お願いします 皆さんこんこばんは気象がんこのミーたエクスパート初めて来られる方もたくさんいらっしゃるかもしれませんけどもあの非常にこうインテンシブに私の中病院のいい先生がそろってですね1時間非常に分かりやすくお話していただいてその後皆さん方と30分もっと超えるかもしれませんね。今日は天野さんもいらっしゃってますから盛り上がるかもしれませんけどあの非常に皆さんが聞きたいところを多分 きちっとと答えてくれたと思います特に今日伊は先生とっても優しい先生なのであの臆せず皆さん聞いた後に質問していただければと思います。これから1時間半しっかりいろいろ学んでそれから私どもにもなんかこういうクレームとかクレームじゃないですねこういうふうに医療を変えていただきたいとかっていうのがあったらどんどん教えていただければと思います。よろしししくお願いいいたたまます藤原先生どううもありがとうございました このセミナーは初めに先生の講義を聞いていただいて皆さんの手元にある質問表に質問事項を書いていただきまして後半は患者会の方を交えてディスカッションを行っております。ではこれから今日登壇される方々を紹介したいと思いますますすず講師のの伊先先生です先生で前の方にお願いします。 次に患者会代表のグループネクサスジャパンの天野真介さんです。で次に若年癌患者会ローズマリーの田畑な子さんです。前にどうぞ。で今日ディスカッションの進行を務めます川上さんです。では皆様方これから一言ずつご挨拶をお願いいたします。 えっと、それではあのこれから T 細胞リンパ腫と成人 T 細胞白血病のお話をさせていただきます国立がん研究センター中央病院血液使用課の井筒ですよろししくお願いいたします。 慢性リンパ腫の全国患者会でありますグループネクサスジャパンで理事長を務めております天野慎介と申します。私はあの B 細胞性の B 慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫ですが、ネクサスには T 細胞リンパ腫の方また ATL の方々もいらっしゃいます。新しいお薬が最近特に出てきている領域ですので、今日そのお話を皆さんと共におえることを楽しみにしております。よろしくお願いいたします。 若年がん患者会ローズマリー世話人の田和田夏子と申します。えっと、私は二十五歳の時に、NKT 細胞性リンパ腫というものに、発症しました。えっと、今日はとても、あの、講演楽しみにしております。よろしくお願いいたします。 えっと後半のディスカッションの進行を務めさせていただきますがん情報サイトのサイトオンコロの川上です。えっ、ー、と昔あの看護師をしていました。で、えー、皆さんからのご質問を元に後半のディスカッションを進めてまいりますのでお配りしている質問用紙にぜひ書いていただいてこうしたあの非常にあの奇形がというもうこの ここを取り上げて深くディスカッションできる良い機会だと思いますのでぜひご質問をどんどん出していただければと思いますありがとうございましたではお席にお戻りください